日本は世界に誇るものづくり大国だ。急にどうした霊夢。いやー最近、日本のものづくりの技術はやっぱりすごいなぁと改めて思ってね。それはそうだろう。日本は、縄文時代から最先端のものづくり大国なんだぜ。え？どういうこと？世界で最初に土器を作ったのは、実は日本人なんだ。他にも、世界最古の石器や宝石などが、日本からたくさん出土しているんだぜ。すごい、日本はそんな古代からものづくりを行っていたんだね。というわけで今回は、当時、最先端だった古代日本のすごい技術を紹介するぜ。視聴者の皆様も、日本のいいとこについての感想をコメントで書いてくれたら嬉しいわ。霊夢知ってるか？世界最古の土器が日本から出土しているんだぜ。え？本当に？それはすごいじゃん。ああ、青森県の大台山本市遺跡から出土している。だいたい1万6300年前の土器だぜ。おお、それはすごい。この土器が出土する前は、日本の縄文時代はだいたい1万2000年前から始まったと考えられていたんだ。この発見によって、縄文時代の開始年代が4000年も前に遡ったすごい発見だったんだ。まさに歴史的発見だね。ところで土器ってさ、昔の人たちはどんな風に使ってたの？土器の出現で、人類は液体を貯蔵したり、煮炊きなどの料理ができるようになったんだぜ。実際に、お酒を醸した跡や調理の痕跡も土器に付着したものが日本で見つかっている。ちなみに、どっちも世界最古のものだぜ。じゃあ世界で最初にお酒飲んだり、料理してたのは日本人ってこと？断定はできないけどな。けど、日本人の祖先がかなり昔からそういう生活をしていたことは確かだろうぜ。へえ、そうだったんだ。ちなみに、土器が世界最古ってどうやってわかったの？いい質問だぜ。土器の年代測定には AMS 炭素鑑定っていう技術を使っているんだ。これによって、正確な年代がわかるんだぜ。この方法は、土器に含まれる有機物の放射性炭素の量を測定することで年代を割り出すんだぜ。放射性炭素とな？生物が死ぬと、放射性炭素の量が一定の速度で徐々に減っていくんだ。だいたい5730年で半分になる。だから土器に含まれる、放射性炭素の量を測れば、どのぐらい前に作られたものかわかるんだぜ。現代の科学技術で、かなり精度が良くなっていて考古学で年代判別に使われているんだぜ。はぁ、便利な世の中になったね。あ、でも、なんか昔中国で古い土器が見つかったってニュースを見たことがあるわ。日本以外の国にも古い土器って出土してるの？実は中国でももっと古い土器が見つかったって発表があったことがあるぜ。中国湖南省玉泉岩遺跡から、1万8000年前の土器が出土した。あれ？それって日本のものより古くない？これに関しては、発表はあったものの、調査の仕方がかなりざっくりで、考古学界では捏造だろうと言われているんだぜ。あれそうなの？ああ、土器に対してさっきの AMS 炭素鑑定は使用していないしな。しかも、外国人の研究者には一切調査をすることを禁止したんだぜ。なんで？しかも、その後すぐに盗まれて、現在も紛失してるんだ。取られたん？今ないの？ああ、ないぜ。中国ではたびたび最古の遺物が出土。ってニュースが出るんだが、眉唾ものもあるぜ。土器以外だと、石器とか三角縁神獣鏡が有名だな。へぇ、もう一つ紹介すると、厚生省仙人洞遺跡で2万年前の土器が出たと発表があった。しかし、これも土器自体の年代測定ではなく、土器の上下の地層の年代測定からの推察だった。しかも、土器の付着物や残留物あったのにそれの年代測定もしていない。あらま。ちょっと怪しいね。一応写真が公開されてるぜ。これを見た日本の考古学者の小林健一教授は、この土器の写真を見る限り、模様の焼き付けの状態が比較的良好で、最古の出現期の土器である確証は持てないというのが私の見解であるとコメントしている。なるほど。日本の破片と比べると、確かにちゃんと残ってるっぽいね。検査した対象や検査技術も、結構ばらつきがあるんだぜ。日本の土器のすごいところは、もう一つあるぜ。お、なになに？地球上で最も集中して土器が出土しているのが日本列島なんだぜ。何万、何千という土器のデータから土器の変年体系が形成されているんだ。変年体系？どの地域で、どの年代に、どのような土器が作られたのか、またそれがどのように周囲に伝播していったのか、
そういうものがデータベースとして存在しているんだぜ。これは世界の中でも日本にしかないものなんだ。例えば、仮に日本のある場所で、一個だけめっちゃ古い土器が出たとする。ふむふむ。変年体系から、その年代に地域にこの形の土器が出るのはおかしい。とツッコミが入るんだ。なるほど。嘘をついてもバレるんだね。そういうことだぜ。ところが、中国とかロシアとか古い土器が出たというニュースがある場合があるけど、根本的に出土している土器が少ない。変年体系というものもないから、周りと比較できないんだぜ。さっき挙げた中国の二つの土器についても、周辺のものと比べて、これだけポツンと古いんだ。その土器の技術が伝播した形跡も見当たらない。普通、技術っていうのは、高いところから低いところに流れるから、周りに影響がないってのもちょっと考えにくい。根拠が薄いってことだね。そういうことだぜ。日本は最古の土器から始まって、どのように周囲に伝播したのかが、かなり詳細にわかっているんだぜ。17,000年前からずっとだ。世界でこれほど長い間、土器の変化を変年体系に基づいて観察できるのは日本だけなんだぜ。おお、なるほど。それはすごいね、縄文人とねー。世界で一番土器を使いこなしていたのは、間違いなく日本人だぜ。続いては、石器だ。最古の磨製石器は日本で出土したんだぜ。本当に？でも、石器ってそんなに特別なもの？ただの石じゃないの？まあな、ただの石だけど、それがすごいんだぜ。石器は大きく分けて、打製石器と磨製石器の二つがあるんだ。ふむふむ。打製石器というのは、石を砕いて作る石器のことだ。簡単なやつから、結構高度に加工されたものまであるんだぜ。ほんとだ、ナイフっぽい。砕いて作ったとは思えないね。ああ、そしてこれに磨きをかけて作ったのが磨製石器だ。石と石をこすり合わせて磨くことで、より鋭く、使いやすく、いろいろな形に加工できる。確かに。刃の部分がすごく滑らかになって、切れ味も良さそうだね。そうだぜ。この磨製石器こそが、人類固有の初めての道具なんだ。そうなの？じゃあ打製石器は？打製石器はなんと、簡単なやつなら猿でも作るんだ。他にも原人なんかも打製石器を作っていたことが確認されている。だから打製石器が出土しても、人間の居住跡か、猿の巣だったのか判別が難しい場合がある。しかし、磨製石器は人間しか作れないんだぜ。なるほどねー。じゃあなんで、人間にしか作れないの？磨製石器の製造には、手の精緻な運動や繊細な力の制御が必要なんだ。これは特に人間の手に特化した機能だぜ。人間の手は、指の先端が平らで精密な操作が可能で、親指と他の指との対立的な動きができる。ほら、人間の手は親指とそれ以外の指を向かい合わせにすることができるだろ？だからこそ物がつまめるんだぜ。饅頭には手がないから確認できない。確かに。それに比べて、猿の手は木登りや握りつかむ動作に適した構造なんだ。このため、猿は石を打つことで、簡単な打製石器を作ることは可能だけど、磨製石器のような複雑な道具を作ることは難しいと考えられているんだぜ。なるほどねー。だから磨製石器が出てきたら、それは人間が作った証拠なんだね。そういうことだぜ。群馬県の岩宿遺跡から出土した磨製石器が、なんと38,000年前のものなんだ。これは世界最古なんだぜ。しかもさっきの土器と同様。日本では、同じような年代の大量の石器が発見されている。しかも、北海道から鹿児島県まで、全国から最古のものとほぼ同じ時期のものが出土している。おお、それはすごいね。ちなみに、世界的にはどんな感じなのかな？世界で一般的に磨製石器が使われるのは1万年前だから、日本はぶっちぎりだぜ。中国は1万5000年前、朝鮮半島は7000年前のものが出土しているんだぜ。おお、それはすごいね。日本のものづくりって古代から始まってたんだね。そうだぜ。縄文時代や旧石器時代、日本は世界最先端のものづくり国家だったんだ。その他にも、日本で出土した世界最古のものを紹介するぜ。沖縄県で見つかった人類最古の釣り針だ。2万3000年前のものだぜ。2万年以上前から、日本人は釣りをしてたってこと？そうだな。当時のほとんどの人類が、川や海に入って、槍で突いたり手で魚を取っていた時に、日本人は、濡れない場所から、糸を垂らして釣りをしてたんだぜ。
はあ、なんか優雅な暮らしだね。あとは北海道で見つかった世界最古の漆器類だ。だいたい9000年前のものだぜ。意外にも縄文時代後半になると、漆が塗られた器の湿度が多く見られる。漆の器でご飯食べてるって、縄文人のイメージにないわね。というわけで今回の動画も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルでは、いろんな角度から日本のいいとこを紹介しているぜ。チャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。